Cause I'm about that. みなさんこんにちは、栗原です。今回の動画を初めて、見る方もいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介すると、僕はプロのアメリカンフットボールの選手です。で、まあ、今年から、本格的に、ボブスレーの日本代表としても、活動して、まあ、前回ワールドカップに、出させてもらったんですけど、2022年の北京オリンピックに向けた日本代表のメンバーとしても、活動しています。まあ一応プロのアスリートみたいな形ですね。で、今回やる動画なんですけど、家で行う筋力トレーニングの、上半身バージョンをやりたいと思います。で、今日は腕立て伏せをまあいろんなバリエーションでやるので、誰でもできると思いますので、ぜひ皆さんも今挑戦してみてください。それでは行きましょう。最初行うのは8スタンスプッシュアップ、8つのバリエーションで合計、それぞれ8回ずつなんで合計64回のプッシュアップをやります。で、最初もう説明します。最初はノーマル肩幅のプッシュアップ8回、次はワイドスタンス8回、次はナロースタンス8回、で次が、前後右左、前後にして、今度は次左右を前後にする、これは8回です。で、手を内側に、このような形で内側にしてプッシュアップで、外側にしてプッシュアップで、最後は手を逆さまにしてプッシュアップの合計8種目をそれぞれ8回ずつ64回やってきますので、まあウォーミングアップがてらですね、これは。じゃあ早速いきましょう。最初ノーマル、ノーマルのスタンスいきます。で、次はワイドスタンス、近い。で、次はナロースタンス、近い。次、前後、最初は右を前、右手を前にして、逆、左手前、次は手を内側に入れてプッシュアップ、次は手外側、で、最後に手を後ろにしてのプッシュアップ、オッケー。合計64回ウォーミングアップ、もうだいぶだいぶこれだけでパンパンになってると思いますし、まあ、いろんな腕の角度でやるんで、腕の効き方にもそれぞれ変わってくるんで、全身を鍛える、上半身の全身を鍛える意味ではめちゃくちゃいいと思います。次は雑巾を使って、トレーニングします。雑巾2枚用意してもらって、滑らせる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 の腕立て伏せをやります。これも結構体幹使うし、全身の固めないとできない腕立て伏せなので、またちょっと高度な腕立てになりますけど、やってみてください。それではいきましょう。
次はさっきの雑巾を使って、椅子の上に足を乗せた状態で、今度は腕立てじゃなくてちょっと肩に効かせます。サークル回していきます。とりあえずやります。いきますよ。外回し10回、内回し10回の合計20回でやってください。これ結構胸もくるし、腕、肩も腕もくるな。いい感じです。最後は、腕立て伏せなんだけど瞬発力も鍛えたいんで、僕の筋トレを動画を見てくれてる方はよくベンチとかも瞬発で、上げるスピードを意識しろ、爆発的に上げろっていうのが基本的に多いと思うので、やっぱり腕立て伏せでもそれをやりたいっていうことで、今から思いっきり、腕立て伏せのジャンプするやつ、あれなんて言うんだろう、腕ぴょん、なんて言ってる腕ぴょんって言ってたんだけど、みんななんて言うのかな、をやります。で、室内だと、ちょっと下にダンダンとかやってちょっと迷惑って方は、ベランダとかでやってください。で、僕も今からちょっとベランダでやるので、これ最後の仕上げ、回数は決めずに、思いっきり高くできるまで、もう低くなってきちゃったらもうやめるっていうので最後追い込みます。これは瞬発系なのでぜひやってください。最後にやるっていうのがミソね。いきます。それではいきますね。思いっきり何回できるかな。はいはいはい、ね、いくよ。 OK、 うん、いきます。ああ、よっしゃ、うんと、5回。なるべくできる人は1、2、3ね。無理な人は1、2、OK。 もっと無理な人はこれでもいい、これでもいい、これは楽だから。この後ろ持ってくるのが高さを出さないとできないんで、ただ思いっきり最後やってください。これが瞬発系の腕立て伏せなんで、最初前半は結構効かして、体幹も使ったりとか効かしたりとかしてやるんだけど、後半は最後の種目は全力でバチコンやって瞬発つけましょう。これだけでもだいぶきついと思うんで、汗もかくし、これは、ぜひ家でできるトレーニングとしてこの腕立て伏せの種類はやってみてください。超おすすめです。この動画がいいと思ったらいいね、ライクをよろしくお願いします。で、できればチャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。前回の、この1個前の腹筋、家でできる腹筋のトレーニングと、組み合わせてもいいですし、別々にやってもいいし、ぜひやってみてください。超いいと思います。それではいつもご視聴ありがとうございます。また、バイ。